君が化け物、妖怪と称される者たちの神様になったとまでは言えない。はい、それは私の妄想かもしれません。おじいさま、なんだ、化けだまきじゃないですか。図書館の結界が破られました。行きましょう、クロウさんも来てください。明日の新聞には何者かに虐殺された片目片足の少女の記事が載るかもしれません。好みではないとはいえ、告白してきた娘の悲惨な末路、その時あなたは罪悪感を覚えずにはいられないのではないでしょうか。こんな時の定石なんて僕は知らないよ。錯乱して周りが見えてない様子ですね。ああ、やっぱりこの持ち方がいいですね。ここは一旦逃げましょう。クロウさん、逃げ！やっぱり僕の肉は害になるらしいな。君に知恵を求める者たちは教えてくれないのかい？僕は11歳の時、妖怪変化を2種類ばかり食べたんだ。ただ服ね。